下げたのは7番の関根、誘導員をかわしている6番の新井が前で待つような感じ、後ろの様子を伺っています。残り600の羽根、まだ9名縦1列の体型。さあ6番の新井が後ろの様子を見ている。内を救っていったのは7番の関根。おっと、後方9番の奥山が落車しています。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。6番の新井が先行です。2番手は5番川上、3番手には8番の高田、4番手7番の関根が入りました。その後ろに1番の三上が続く形でバックストレッチ。さあ6番の新井が逃げていく。2番手は5番の川上、まくってきたのは1番の三上。さあ1番の三上のまくりが2番手横あたりまで上がってくるが、5番の川上これを合わせきれるか。4コーナーから直線、新井が先頭だが抜け出してくるのは1番の三上が突き抜けました。ゴールイン。2着に6番の新井が